おはようございます。本日もですね、平凡な一日をやっていきたいなと思います。ただいまが9時半になるんですが、今現在はリアルタイムで家ついていっていいですかを見てるんですが、この動画撮るために今音を消していて、まあ、これを見たら多分寝ると思うんですが、今日がちょっと和歌山の釣り網機の工場に行った日なので、ちょっとクタクタに疲れてるので、多分もうこれが終わり次第すぐ寝ると思うので、先に言っていきたいなと思います。ではおやすみなさい。それでですね、9時5分になったんですけど、なんか最近僕のこの住んでるマンションに、よくチャリンコが止められてて、なんか駅使う人が、多分電車使う人が僕らのところの駐輪場を止めて歩いて駅に行くっていう感じにしてて、でそれでなんかマンション側が対策してるらしくて、なんか自転車のシール貼ってない人はなんか退去、撤去しますみたいな書いてて、あ、まあまあそれは普通やなと思って、でパッて昨日見たら、次なんかよくわからないですけど、次はシール貼ってる人は撤去しますってわけわからん紙書いてたんで、ちょっと一回電話しやな、自転車撤去されたら困るので一回電話したいなと思います。はい、ありがとうございます。あ、すいません、お伺いしたいんですけども。はいはい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。ありがとうございます。失礼します。はい、ということで担当者がいないみたいなんで、また後でかかってると思うので、先にセカンドチャンネルを撮ります。人がまた持ってるから他で買うことはできないっていう形の、順番になってて、今ですね、自転車の管理会社から電話あって10時10分なんですが、無事意味が分かって、この用紙を貼っている自転車は撤去しますって言ってたんですが、正しくはシールを貼ってない自転車は撤去しますっていうことやったんで、まあ、結構意外と普通のことやったんで、今からシールを貼りがてらそのまま、ファミリーマートイートインことオフィスに行きたいなと思います。ちょっと疲れましたね。はい、それではですね、今日はちょっと遅めの出社で、現在10時20分です。まあこんな遅い出社はあんまりないんですが、今日はセカンドチャンネルまだ撮ってなかったので、今日アップのやつもなかったんで慌てて撮りました。多分これ話変わりますが、皆さんに見てもらってる頃はおそらくもう9月になってると思うんですが、いよいよもう夏休みも終わって、僕のこの毎日サンダル生活もそろそろ終わりになるかなと思います。ちなみにこんな感じで今味が出てきております。なのでもう少ししたら、このサンダルは靴箱の中にしまって、しばらくまたずっとスニーカーを履き続けるでしょう。そしてまた来年の夏、このレインボーサンダルが、来年の5月ぐらいからまたレインボーサンダルをずっと毎日履くでしょう。ちょっと夏が終わるのが寂しいですが、まあぼちぼち
編集頑張っていきたいなと思います。まあ、編集に関してはめちゃくちゃ編集する動画いっぱいあるので全然終わらないんですけど、まあのらりくらりやっていこうかなと思うので今から、オフィスに出社していきたいなと思います。今日は静かなことを願いましょう。はい、それではですね、今日は昨日嫁が作ってくれた牛丼があるのでそれを食べたいなと思います。残念なお知らせなんですけど、今日はですねジムがなくて、でジムがないプラスゴミ捨てもない、もう僕のメインがほぼないという感じになっているので、まあ、それがメインなのかどうか分かりませんが、まあ、とりあえず今日はぼちぼち編集していくっていう流れになるかなと思います。それではですね、ちょっと編集疲れてきたので外に散歩に行きたいなと思います。散歩行きます。多分僕はですねあまりじっとできひん性格なので、こうやって動画編集をなりわいにしてるのがおそらく多分向いてないと思うんですけど、まあそれでも普段はジムがあるのでなんとかなってますが、こういうジムのない日はですねモヤモヤするというか物足りひんというかうずうずするというか、そんな感じで過ごしております。で、昨日がですね一番最初にも言ったと思うんですけど、釣り網機の工場に行ってきて、実はもう一軒行きたい工場があって、まだそこには連絡もしないし何のせもないんですけど、今から電話してなんか直接アポ取ってみようかなと思うので、この平凡な一日でまさに今リアルタイムで電話して聞いてみたいと思います。あ、もしもし。はいはいはい。それでは散歩行ってきてだいぶ汗かいたんでシャワー浴びて今からアイスタイムです。今日のアイスはですね、これは別に特に好きでもなんでもないんですが、暑いから食べようと思ってこれしかなかったんで、多分マンゴーかなんかだと思うんですけど食べたいなと思います。はい、それではですね、ただいま5時半でちょっとだけ編集やったんですが、それよりもですねずーっと先からラーメンを調べてて、もラーメンが食べたくて仕方なくて、なんか今からラーメン食べに行こうかなと思ったんですが行く元気はないので、やっぱり近くのセブンイレブンに行って富田監修のラーメンをちょっと買いに行きたいなと思うので、一回ちょっとセブン入れに行きたいと思います。いただきます。あっちー。ニンニクの匂いがすごいですね。これを夕方の6時前に食べるという。そしてあと1時間後にまた晩ご飯を食べる。いただきます。はい、ではですね、あれからお風呂も入って現在が7時5分で嫁蔵も帰ってきました。で、嫁蔵が今日仕事から帰ってきて、なんか歯医者さんの業者の人からこのノートをもらったらしくて僕にプレゼントしてくれました。虫歯菌の絵が描いているノートをもらいました。これはなんか YouTube のネタ帳かなんかにしたいなというふうに思います。もうあとはゆっくりして、寝たいなというふうに思います。という感じの今日はちょっと
ジムとかもなくて寂しい一日でしたが、そんな日はクリアサヒで終わらしましょう。はい、ではですね、見てもらってありがとうございました。